先生、はい、あのドコモが新しく料金プラン発表しましたよね。うん、ああ、はい、四、はい、月の頭ぐらいだったかな。はい、お話聞きたいんですけども、うん、何？どうでしょう。嫌です。<laughs> いやいやいや、終了。嫌です、嫌です。いや, <laughs> いや、あのめんどくさいんだもんあの料金プラン。いや、わかりにくいくない？いや、わかりにくいんで。いい大丈夫。 はちちゃんがわかりにくいことは、俺にもわかりにくいから。私がわかりにくいってことは、皆さん見てる皆さんもわかりにくいんで。大丈夫。俺もわかりにくいと思う。<や> <laughs> ハウトゥーでもちょっとそれを聞きたいなとって。じゃあそれまでにちょっと俺電話して今どこまで聞いておけ。あ,あ、そうですね。はい、聞いといてください。わかりました。はい。はい、じゃあすぐ今電話します。<laughs> <laughs> お願いします。オ <laughs> リン高い機能、携帯しようぜ。 今回ご紹介する端末はビッグローブ w i f i ほぼスマホアクオスポン SH90B まずはじめにスペックから紹介していきましょうサイズは高さ 138mm 幅 70mm 厚さ 9.9mm 重さおよそ 157g4.8 インチフル HD 液晶 1080×1920 ドット Android4.2 搭載 CPUQualComAPQ クワッドコア内蔵メモリノム 32GB ラム 2GB バッテリーは 2600mAh オートフォーカス対応有効1310万画素カメラがメインサブは210万画素マイクロ SDHC メモリーカードとなっております今回はビッグローブからほぼスマホを紹介しちゃいますなんか面白い端末が出てきましたねほぼっていいうのはどれくらいスマホに使える のかな気になる携帯ピックアップです今回ご紹介する端末はこちらビッグローブ wi-fi ほぼスマホアクオスポン sh90b ですカラーはこちらの白ホワイト、うん、この1色のみはい、はい えー、ということで、えー、とプロバイダーでおなじみのビッグロブが2012年からドコモの MVNO として展開してきたのほぼスマホっていうシリーズがあるんですが、うん、これの最新モデルが登場ということで、えーとはい、まあ どこも,でもまあ人気のあるラクオスフォンを、えーまあ、初めてえ扱うことになりましたんで、うん、まあこれはあのもうすでに発売してますけれども、はい、ようやくちょっとご紹介できるタイミングになりましたということで MVNO はい、まあ,のがあまりあのスマートフォンを扱って実際にその、まあ、今大概は SIM だけを提供するパターンが多いのでスマートフォンを直接販売するっていうケースはあんまり多くはないんですが、うん、えまあ今回はえっとこのビッグローブを販売している Wi−Fi ほぼスマホ S H Q マルビをご紹介したいと思います。あのですね、いきなりなんですけど、あのこのほぼスマホって、そのほぼって、えっと何がほぼなんでしょうか。まあ、ほとんどスマートフォンみたいな意味ほぼスマホという意味なんだけど。単純にそれでいいんですか。じゃ、スマートフォンってなんだよって話もあるんだけども、そのさっき言ったその2012年から実はビッグローボこのほぼスマホってシリーズをやってるんですが、当初は要するにそのまあ。 今からだからら年ちょっとぐらい前なんでまだスマートフォンまあまだ普及し始めの頃ぐらいだと思うんですけどもやっぱりフィーチャーホンとこうね普通の携帯と併用で持ってる人も結構いたと思うしフィーチャーホン持ってるんだけどスマートフォン興味あるなどうしようかなみたいな感じの人が多かったと思うのですその時にまあデータ通信専用のスマートフォンを そのほぼスマホというコンセプトで出したのが始まりでいわゆる普通のこういうスマートフォンと比較すると、まあ、ドコモとかが扱っているスマートフォンと比較すると、はい、例えば、えっと、音声通話がないとか、うん、ドコモ n h ッみたいないわゆるキャリアメール、うん、ドコモのメールは当然送受信できないとか、はい、そういう違いがあったんですよ。うん、だからそれでいうと、うん、フルスペックのスマートフォンではないけど当然アプリとかも使えるし通信もできるしブラウザで、まあ、そのホームページも見れるんで、うん、まあ ほとんどそのスマートフォンと同じことができるんでじゃあこれは「ほぼスマホ」という名前でやりましょうということであまあその「ほぼスマホ」というシリーズができたんですね。ということはこれはデータ通信専用、うん あの基本的に契約としてはデータ通信専用になるんですがグローブはこの2012年にほぼスマホをスタートしたあと、うん、去年の春から20年2013年の3月かなからなんですけども 050IP 電話サービス。です、うん 普通にほらおうちであの例えば ADSA とか入れてるとよく「050」の番号を使ってる人いるじゃないですかあれをこの中に入れちゃいましたとアプリにしてこの中に入れちゃいましたと。っていうのがあってこれを「ビッグ・ローブ・フォン・モバイル」というアプリで提供して月額300円の料金はかかるんだけども実際はあの。 1か月目から12か月目はこれの場合は、まあ、あの無料になったりするんですが、うん、それを使って音声通話ができますと<ー>いう格好なので、はい、まあそういう意味で言うとデータ通信専用だけど、うん、090080ではないんだけど。うん 一応音声の通話もまあできるようになってます契約や料金プランっていうのは簡単に言うと料金プランなんですけどもまず契約に関してなんですけども契約をするのはビッグローブと契約しますと、うん、でにプロバイダーでビッグ,グローブと契約してる人は、うん、まあ契約を変更する、うん、例えばビッグローブのメールアウ持ってるんだけど、うん、最近もう通信は あの他でやってますとかっていう人はまあ契約を変更してもらって使うこともできるしただまあちょっと残念なのはその併用する場合例えばなんかえとおうち用に光ファイブとか SNS 使っている人がさらにこれを持つっいう場合は別個にまたもう一個契約を持たなきゃいけないんだけどただ申し込みはホームページで申し込みをして大体いい2日から1週間ぐらいすると SIM カードとこの端末が送られてくる 料金プランに関しては、はい、あのちょっとこう画面で見てもらうと分かるんですけどもエントリープランから、えー、ライト S プランライト M プランラスタンダードプランと、うん、お値段は2776円3381円4710円、まあ、一番高いのは5666円と月々まあ料金がかかるんですがそれぞれの料金であとはまあ転送料が若干違うという格好なんですけども。うん、なこの月額料金って まあねドコモは月、ね、基本使用料780円とか908円とかな、はいはい、やっぱそれは高いと思うよね、はい、っていう話なんですけど、はいはい、この w i f i 保護スマホこのアクオスフォンのこの、うんえー、ものに関して言うと実はこれ端末の代金も含んでの 2000いくらというお話なんですわ買うんだけども実はええ24ヶ月間これをまあ分割払いで支払いましたこれも全部含めてのお出なんで月額2776円3381円というそれぞれのプランになっていると24ヶ月間払った後はえっと月額900円でしました一番安いプランであればねちなみにドコモだと例えばク黒シーパーケホーダーライトとかに入ると まあこの料金プラン新しくなっちゃうんですが、うん、まあ従来のプランで言えばドコモなんかだとその端末代金もかかりさらに五六、うん、千円かかることを考えれば、まあ込み込みでまあこの二千何百円っていうのは二千何百円ぐらいというのはまあまあまあ安いと言えるのかなという感じですね。うん、なるほど。うん、通話料とかはどうなんですかドコモと同じぐらい？えっと、ね、通話料に関してはちょっと違っていて。はいはい えっと最初も説明したけどこの中に入っているそのビッグローブフォンモバイルっていうのはえっといわゆる 050IP 電電話話ななのののので普通のドコモとととかのスマートフォンの電話とはちょっと別物になります料金も当然のことながら違っていて例えばえっとまあかなり安いんですけども国内でこれ加入電話要するにおうちのアナログ電話とかに電話をした場合ってこのビッグローブフォンモバイルでかけるとえ3分8円。 うん、国内の携帯電話当てだと1分16円、うん、ちなみにクロッシーで普通にかけると30秒21円なんで1分大体42円ぐらい取られます、うん、携帯電話にかけるのであれば3分の1ぐらい対固定電話にかけるのであればもっと安い劇的に安い、うん、へえこれ この携帯ラインとかは使えるんですか？ラインも使えます。あの SMS オプションっていうのを別個に契約する必要はあるんだけども、ラインってほら携帯電話番号で認証するじゃないですか。うん、なので、うん、えっとこれもデータ通信専用だけど携帯電話番号はちゃんと割り当てられているので SMS のオプションを つければそれでえば、うんうん、端末としては中には電話の機能が入っているわけだから別にこれで LINE の通話で話してもいいし、うんうん、ビッグ・ローブ・フォン・モバイルでその通話しても構わないという格好でそういう意味で言うと非常にまあ扱いやすくなってるというかまあ全体的に安くなっている,る、うん、その電話番号の部分だけはその音声通話は050になっちゃうところがまあちょっと違うんだけどもスマートフォンとほとんど変わらない、まあ、ま,あまさにほぼ 同じじぐらいな感じでスマートフォンととして使えますとい、うん、そうなってくるとじゃあこの端末はどないやねんっていう話になってくるわけなんですけど、うんうん、これまでのこのほぼスマホのシリーズって基本的には、はいまあ、ビッグローブってもともと NEC グループの会社なので今ちょっと仕様分かれましたけどもなので実は NEC カシオの,のメディアスが結構使われてきましたと。うんうん、で今回は初めて、まあ、アクオスフォンが採用されていて。はいうん、去年の夏モデルに出た、はいうん AQUOSPHON ZETA SH-06E と同じモデルだったりしますウリ2つ全く同じ同じじゃないですか同じです 06E とスペックは全く同じので例えば液晶は4.8インチのイグゾーで、CPU とかカメラのスペックもほぼ同等当然エコアザでロングライフもできますしから防水防塵対応の端子ねこれ当然キャップレス防水で 安心して使えます。この SH-06 用に出ているカバーとか保護シートとかはそのままここに使えます。うん、あ、そうなんだ。うん、なんで昨年の夏モデルのこれにしたんですか。なんか冬モデルとか独自のモデルとかってあなるほど、ね、作られたはずなんですけど、うん。まあそれはなかなか難しいところで、<い>まず一つ独自のモデル、例えばアクオスフォンビッグローブとか作ったりするんじゃないですか。これね、やっぱりね結構お値段が高くなるんですよ。 要するに普通にキャリアさんが買う場合だと数万台多ければ数十万台ね下手せば100万台のものもあったりするわけでメーカーによってはあったりするんだけどもビッグロムが売る分っていうのはやっぱりまあなかなかやっぱりまだねその10万とかいうオーダーにはなかなかいかないわけですよだからオリジナルのものにつくのはかなり難しい。ただえっともう一つこの 去年の夏モデルを今年の例えば春の段階で出してきたってのはどういうことかっていうと去年のこのモデルであれば去年の段階である程度まあ例えばいろんなその不具合とかバグとか一通り出尽くしてるとソフトウェア更新があっても大体まあなで発売してから半年ぐらいはたくさんあ,るあったとしてもま半年ぐらい出すと大体落ち着くじゃないですか。そういう,意味で言うとこのモデルはまあ,ある程度もう 落ち着いたものを採用しているという,、ね、と,いうところがあってトラブルも出尽くしてるんで、うん、安心して出せますよというところもあって、まあ、これが採用されたんではないのかなというところだと思いますね<ー>ちなみにまあスペックの話は今先ほどした通りで、まあ、最初もちょっと発社が読んでくれましたけども、はい、もう一つはその、まあ、これ今ホーム画面見ていただくと分かるんですけども、はい、えっと発社の方の方のがシャープな魂でおなじみのこの3ラインホームですね、はい、フィールク X のこの3ラインホームですけど僕の方のはこれはいわゆる SH ホームといって。はい えっとまあ、あのシャープのアンドロイド標準に近いようなタイプのホームアプリを載ってます、はい、自由に切り替えることができますし、はい、それからあのまあこうい設定が必要ですけど、まあ、いわゆるあの えー、例えばこう近くまで指を近づけるとその部分を拡大して見せるエアズームとか、うん、ブライトキープっていってあの画面が明るいままで保持してくれるものとかもそういったいわゆるその、うん、こっち側のモデルで搭載されてる機能は基本的にはここに全部入ってる、うん、エコ技も入ってるんでもう全然その辺は安心して使えます、うん、いつもの機能チェックなんですけどちょっとここはね様子がだいぶあのちょっとこう若干普通のスマートフォンと違うので。 あれれですけれどもまず一つ、まあえー、w i f i の管理設定に関しては WPS と AOSS 対応画像編集は、えーとまあ、シャンプーなんで、えー、いつも通り、えー、画像編集がちゃんとできますんで普通のフィーチャーフォンの人に対して、うんえー、小さいサイズの画像のメールを送ることもできます。うん、注意しななきゃいけないけのは音声通話系で これ、元々標準の携帯電話としての音声通話の機能はないですよね？さっきも言いましたけど、050ip 電話です。はいうん、なので、050ip 電話ビッグ、ローフォーンモバイルの方でどういう対応しているのかっていうのをお知らせします。けれども、うん、着信拒否は残念ながらできません。<ら>だから端末でもできないし、っいうん、えっとビッグローフォーンモバイルの方でも着信拒否の機能が。 ないです、はい、それから電話メモ電話メモはこれは本体側に録音する機能なんだけどこれはさすがになくて、うん、ただしビグロフォームモバイルの方で留守番のような機能が使えるんで、まあ、そっちを使ってもらえればまああの大丈夫かなとあとそのそうですね注意しなきゃいけないことってやっぱりそのドコモの端末なんかだとね基本的に全部ドコモまたでい大概なんとかなる、うん、まあこれこれわかんないんだけど <laughs> してドコモショップに持っていけばなんとかなるすよ。 これどこに持ってくるって話なんですけどそれはやっぱり基本的にはまあオンラインでえまあビッグロ v のページでえーまあ問い合わせをするかあるいはサポートセンターに連絡をするかってことなんですそれから保証サービスですね壊れましたみたいなこっちだとあの携帯保証お届けサービスがありますけれどもそれに関しては別途まあ契約をして申し込みをしないと保証サービスが受けられないという格好になりますでもまあ一応そういう道は残されてはいるのでまあ安心して使えるかなと。言い方変ですけどあの どものあのいろいろアプリこれだと入ってるんじゃないですか、うん、こっちだと。入ってないので。 要するにドコモのそういうそのなんか余計なアプリ喋って何とかとかそういうの入ってない,入ってないので動作がすすごい軽い軽ですよ非常にサクサクな感じがしてですね非常にいいかなと思いましたちなみに今日はこの端末ご紹介してこれシャープの端末なんでこれご紹介しましたけどもえっとビッグローブのこの SIM カードだけを手に入れてこの同じようなことをできます。ちなみにに僕はビッグローブのをえっとネクサス5に 入れてこの中に入れて使ってますけれども、うん、当然ここにそのビッグローブフォームモバイル要するに 050IP のようなアプリを入れたりすれば使,す使うこともできるし、うん、まあ別途契約は必要ですけれども、うん、w i f i に関してはあのオートコネクトっていう機能があるんですけども、うんえー、ビッグローブが提供している公衆無線 LAN サービスに自動的に接続する機能は ここにもアプリで入ってるし、なおかつこれにも入れられるので、うん、これが欲しい人はこっちに行ってもらってもいいですけども、SIM、うん、だけ買った人はまあこういう使い方でまあアプリを入れてもらえれば使うことができますということで、うん、よくできている、えー、安く使いたいっていう人にとっては結構ありなのかなという条件は若干ありますけどもね。二台持ちするにもありですよね。いいねそう、フィーチャーフォン以外にもう一個持ちます点でこれを安く持つ手ていうのはありなすね,、うんうん、ね。それはあるだと思うん。はい。ではつばり、次はいいところ悪いところです。はい。<laughs> ズバリいいところ、悪いところ、いいところではいお願いしますこんな感じかなはい,はいはいいきましょうはい トータルで考えると安いシムロッククフリー、SH e、のアクセサリーーアセサが使える、はい、料金に関しては今日ちょっとご説明しましたけども、うん、見かけ上その月々は2,700いくらっていうのはちょっと高そうに見えるんだけども、はい、実際は端末代金が含まれてるのでまあ実際900円ぐらいになっちゃいますから、うん、まあかなり安く済むと特にあと電話に関してその音声通話がたくさん使う場合でも、まあ、その全国どこへかけても固定電話であれば3歩8円ぐらいで済みますとか、うんうん、まあ 対携帯電話でも基本的にはまあ安くだいたい三分の一近い値段で済むんで通話料を安くするってこともできますこの辺はまあいいところかな一応シムロク国なんであんまりないと思うけどもまあどっか他の海外行った時に。 差し替えて使うみたいいなななこともできくはそれからもう一つはやっぱりオリジナルモデルではなくてマイナーモデルではなくてどこの中でも断トツとわれたこのアクオスフォンのゼータと同じものなので基本的にはそのオプションが使えるというのは結構心強いのかなとカバー類とかホームシート類というのはそのまま使えるのでこれはまあいいところではないのかなという気がします。ではは次悪いいいいとところお願しますちょっ長長かどどれれ ビッグローブ契約者の「特典が少ない」「一括購入ができない」 アチストパックが分契約解除量が高いはいビッグローブ契約者さっき言ったようにそのビッグローブですでに例えば ADSL とか FTTH とかで契約してる人がもう一回戦、うん、じゃあスマートフォンはこれにするわみたいになった時にちょっと安いぐらいであんまり得点がないのとできればなんか合算で ID 共通でみたいなことできればいいんだけどそういうのもないし結局なんか別個に2つ契約必要ですみたいなことになっちゃうんで。うんうんはい まとめてなので少し安くしますとかそういう,そう,いうなんか工夫が欲しいなと思うんですけど、うん、何にもなんか別サービスとして存在しますって感じでちょっと嫌かなみたいな,な、ねうん、あと一括購入ができないのは例えば端末代金だけ先に何万円か払って、うん、月々の料金の支払いを抑えるっていう使い方ができないのでこれは自由度が非常に低いなと思いましたちょっともったいないと思います、まあ2年以上経っても使えるんであれば使うってことなんでしょうけれどもまああの 他のその例えばドコモとか英語とかソフトバンクが売ってるような端末みたいにハイエンドハイスペック最先端を追いかけますってタイプの端末ではないということになっちゃうんでとはいえまあ去年のフラッグシップモデルですから全然。 スペック的には見劣りはしないんだけどやっぱりまあ2年使って元を取った方がいい、えー、そうじゃない人は本当は一括払いがしたいんだけど、うん、それができないっていうのはちょっとなんかあまりにもまあなんかもったいないかなって気がするんで、うん、僕なんか一括払いで買っちゃった方がやっぱり気が楽で一括払いで買ってまあ他の機種に SIM 差し替えてみたいなことをできれば本当はいいかなと思ってるんだけど、うん、それからアシストバック加算分契約解除のほが高いっていのはこれなかなか反話や,ややこしいんですけど。はい 要するに今の話と同じことで、じゃあこれもしこうビッグローブでこのそのホースマホを、Wi-Fi ホームスマホこれ買いましたと、これ2年間で先けった2000円いくらっていう料金プランだったじゃないですか。でも1年経って嫌だと思ったら、うん、その要するに基本使用料に含まれている端末代金は払わなきゃいけなくなっちゃうんですよ。え端末料は払って で,で解約をしなきゃいけないんでやっぱり何万円かを払わななきゃいけなくなるんですよ<ー>だったら最初から一括購入させてよっていう話なんですよ一応やっぱり世の中の流れとしてはその端末代金をそのこう次々の使用料に含める、うん、まあそれを解約した時はちょっと会場料が普通のドコモとかだと普通に1万円ぐらいだけどそう,、ね、そうじゃなくて3万とか4万とか払うっていうのは昔 e ーモバイルがやっていた方法で。うん あんまり言ってしまうと僕もちょっといろんなところであの消費者センターとかで消費者センターの相談員の先生役でお話しした時にもよく相談の話聞きましたけどやっぱりそれについてのトラブルって結構多かったわけですよなのでやっぱりできれば端末と契約ってやっぱり分離してもらった方がいいと思うのでちょっとここはなんか少なくとも選択肢を1個もう1個設けるだけでもだいぶ違うのでっだってどこもだって別に1万円払えばすぐやめられるわけでしょまあ分割払いは残債払わなきゃいけないけども。 もうせっっっかくこういうい形でやってるんだったら、うん、なんかそういうい方法だまあな端末としては本当にねあのこっちのモデルの良さをうまく引き継いでちゃんとやってるしあと言い方は悪いですけど余計なアプリがない分非常にサクサク,サク,サク動きますんで、うん、そういう意味でもおすすめできる端末ではないかなとなるほどちょっと選択を増やしててもらえるといいかなと思います。はいはい ハウトゥ改め今回は「ニュース教えて!」ということで先生にお話を伺いたいんですけどもオープニングでもね、はい、ちょっと言いましたけど調べてもらえましたでしょうかドコモの料金プラン発表されましたけども,どこ,も、ね、これまでの、ね、料金プランと比べて、うんはい、どんなところが違うのかあと何に注意して契約すればいいのかを教えてもらいたいんですけどもなるほど、はい、なかなかね難しいお話で <laughs>、うん、発表4月とかにしたんですけども、はい、あのー。 まあちょっといろいろ帯落ちでもそのいろんな記事であのご紹介をしてますけれども、うん、ちょっと今日はその全部あれなかなかね読んで理解するの大変なんでまあちょっと 概略だけもう本当に噛み砕いて分かりやすくなるといいなと思って説明をしますが今までまず基本的にあの料金プランって言うと基本使用料毎月クロッシーの料金プランでまああのありましたとまあこれはあのフォーマンの時代からもずっとそれぞれあって昔はたくさん料金プランがありましたタイプ S とな何とかっていろいろありましたよねそれがまあ基本的にクロッシーになって基本的には1個になりましたまあ2年契約ですという格好なんですがこれを1個しかない とまあ、それ以降で、まあまあ、昔は無料通話文もその温症例なんか入ってないという状態だったと。うん、っていうのは一つ、まあ、シンプルになりすぎたんじゃないのっていうのがあるのともう一つよく言われてるお話が発車も僕もそうなんだけど。 長く使ってる人にとって実はメリットないよねと、うんうん、ね昔はあのファミリー割引とか、ね、長期の人に対して少し割引みたいなのがあったのはもう全然なくなっちゃったの、はいね、その一方でなんか MNP してそのお客さん来る人には「はい5万円キャッシュバック」とかってやってるのはお前、うんねまあ、ふざけんなお願いをって気がしてたんですが、うん、それはいかんだろうってことで <laughs>、うん、今回はその基本使用率の部分からまあ完全にもう えー、少しデをしましたとああまず、えっと、基本プランのところなんですけど、はい、まあこれは音声通話なのかデータなのかいわゆる組み込みデバイス用なのかで、ね、ちょっと違うんですけどもまず基本使用料、はいえー、まず基本プランはかけ放題プランという格好で音声通話あるので例えばこういうスマートフォンとかはかけ放題プランというのに入ります、はい、これが実は料金がですね円になります毎月そう月々2,700円じゃ高くないですか 月700円780円だったのが2700円そう安くなったでしょいやいや高くなったでしょ安くなりましたよなんで安くなったか国内の固定電話や携帯電話宛ての音声通話はかけ放題です制限なしですただ定額これは自由にかけられます国内の通話に関しては対携帯電話対固定電話に対しても一応 定額ですただし条件が、はいく条件っていうかそのちょっと一部例外があって、うん、0180とか0570ってあのちょっと料金の多け違うやつあるでしょあ,、ねうん、あれだけはちょっと例外なのでその辺を除いて基本的にはスマートフォンの場合は2700円でかけ放題普通の i モードケーターの場合は2200円でかけ放題になります。 はい、音声通話がない場合はじゃあどうなんだよって話があって、はい、音声通話がない場合はスマートフォンとか、うん、えタブレットの場合は月額1,700円、うんえー、ルーターの場合は月額1,200円、まあ、この辺はもうちょっといずれ対話機種が明確になってくるとちょっとまた別途にご説明しますけれども、うん、基本的にはこういう形なので特にこの国内の通話かけ放題というのはかなりインパクトがあるいいですね、うん、簡単に言うと。まあ、要するによその会社は 午前1時から夜の9時までは同じおにゃら同士は自由にかけて何分かけてもいいですよとか誰とでも何とかだと24時間 OK なんだけどその代わり何分間で聞いてねみたいな話は一切正直ありません入っちゃえばもうもう電話はかけ放題別に LINE 電話でなくていいこれはもう全然いいでしょとそれから次じゃあ電話いいけど通信どうすんだよってん でこれ今度はですねパケットの定額量に関してはちょっと1人用っていうのと家族用っていうのと楽々スマートフォン用って分かれます。うんうん、1>, 1人用はですね、えー、データ S パックデータ M パックっていうのがあってデータ S パックだと2ギガデータ M パックだと5ギガ。はい、でこれを1人でシェアしますで1人でシェアってなんじゃいねって話なんですけど、うんうん、簡単に言うと。 例えばスマートフォンを僕持ってますとそうもこれは今までだとこっちで何ギガこっちで何ギガみたいな感じの使い方をしたのを全部ひっくるめて2ギガで OK それから5ギガで OK ですっていう格好にしますと 2>,、はい、2ギガだと3,500円、はい、5ギガだと5,000円っていう格好になります、うん、で一方家族向け、はい、家族向けの場合は、えっと、区切りがやっぱり人数が多いってこともあって、うん、10ギガ15ギガ20ギガ30ギガと、えー、4段階あって家族で合計10回線まで。うん うん、だから10人の家族だお父さん、うん、お母さんお兄ちゃんお姉ちゃん,お,ちゃんおばあちゃん、えー、おじいちゃ,おおちゃんも含めてみんな OK とで,だとでまあこのシェアパックっていうこの家族向けのプランだと10ギガで9,500円15ギガで1万2,500円の順番にこう値段が少しずつ高くなってくるんですが<ー>家族で容量 まあ共有でできるんで、うん、そういう意味で言うと例えば家族なんかだってよく例えば4人家族とかでお父さんお母さんお兄ちゃんお姉ちゃんって、ねうん、子供はたくさん使うんだけどお父さんもそこそこ、まあ、ほどほどに使うんだけど例えばお母さんはあんまり使わないみたいなは、うん、お母さんのためにパケットの手が入ってて例えば「わけほどライト」入ってていつも余らしてるのみたいな感じだとすると、うん、その分は子供が使う、うん、お父さんが使うの方が得するんで、うん、まそれを全部ひっくるめて計算しましょうという格好になりますと。 で、もし足りなくなったら、それは後でも追加することができるので、はい、この辺はまあ比較的いいのかなと。いう感じがします。はい、っていうところまでは基本です。うん、さて、次、はい、ここからが大事です。特にこの次は僕と発車にとっては非常に大事です。<お>なぜ大事か。はい、長期契約者を対象にした割引サービスが始まります。やっと。はい。で、区切りがですね。一、はい、年から五年、六年から八年、九、はい、年から十年、十一年から十五年、十六年以上。五段階によって割引がありますと。 でそれでさっきのえまあ言ってしまうとこのデータエスパックとかシェアパックとかが割引かれます。例えばデータエスパック一人用の場合は三千五百円普通払いました。さっき話しましたよね。新潟で三千五百円なんだけどこれが十六年以上のお使いの方だったらマイナス六百円になります。家族の場合、家族の場合だと例えばシェアパック十、例えば僕の十六年超えてます。十六年超えてる人は マイナス1 0円ですでも家族にいって人によって16年の人がいれば10年の人も5年の人もいるじゃんねいなので実はこれはなんとえっと一番長い人家族の中で,の中で一般的に考えれば多分お父さんが一番長いと思うんですが、うんですね、お父さんが16年とか15 11年15年だったらそのクラスのみんなに適用するととますこれは非常に急いう意味で言うと長期の契約者が家族の中にいれば非常にラッキーと、ね、それだけだとちょっと足りませんねということで、うん、実は まあこの辺がどこも何かあれかなと思うところなんですが、はい、今度 U25 応援割引っていうのをありますこれはよく学割系でよく U いくつでやってたんですけどもこれ簡単に言うと利用者が25歳以下の場合かけ放題プランおよびパケットパックを契約している場合25歳以下だった場合はマイナス500円してくれますさらにパケットの分量月に使っていい量を1ギガ分おまけしますと26歳の誕生日までそのまま、えー、それでいってくださいと。 そう,いう意味で言うと家族の中に1人ぐらいそのまあ高校生とか大学生とかいればここは高校生大学生はそこでまたさらにまあプラスアルファでいけますと。ということで家族間でパケットの定額とかをまあこういう形でパケットのっ言ったパケット定額の量分量を分け合ったりするんですがただ何でもかんでも分け合えばいいって話じゃなくて分け合うところに参加するには1回線あたり500円必要です家族4人いるとその,その追加する人の分掛け算で必要になってくると。 でこのプランは5月の15日から受付開始適用は6月からなりますなので5月の後半にどこも行ってあるいはオンラインでも構わないんだけども押し込みをしますという格好ですで注目点としてはさっき繰り返しになりますけどもかけ放題もう誰にかけても。 国内であれればもう全然こはからパケットの共有ができるっていうのもこれもまあいいところで、まあ、簡単に言うとさっきも言ったようにお父さんお母さんお兄ちゃんお姉ちゃんお兄ちゃんお姉ちゃんはたくさん使うんだけどお母さんお父さんはあんまり使わないみたいなきにお父さんお母さんの余り分を結局お兄ちゃんお姉ちゃんが使えるわけなので共有ができるんでいいでしょう。なおかつ、えー、アン U−25 の人に対してはまあプラスアルファがさらにつくと。 で長期割引の人にとっても、まあ、自分が長く契約してる長くドコモと契約してるメリットってはまあは家族に対してメリットを与えられるっていうのは非常にいいポイントではないのかなと。でじゃあこれって誰にとって嬉しいのって話したんですけど、はい、やっぱ嬉しいのは、うん、まあちょっと人によるんですがだいぶ違ってくるんですけど、はい、まず何つっても、うん、音声通話バリバリリの人先週この番組に出てた、うん、あの。 お姉さん、あのお姉さん結構電話よくするじゃないですか。そうですね。あのお姉さんなんかだとやっぱりすごくメリットがある。絶対そうだと思うんですよね。手が音節をする人は絶対メリットある。私もどっちかって言ったらする、する派。する派。座れば月何千円とかかかってる人にとってはすごく便利だし、それ今までラインのでライン電話とかで少しこう。 さえしてもそんななことしなくてもいいわけなんでだってセーブしてましたもん私自分でも,うでも電話したくても,もこれからかけ放題ですからね,ねえもうかけられますねいっぱい、ね、もうどんどんかけきれないあとはもう一つは、えっとまあ、長期ユーザーで家族が、まあまあ4人ぐらいいると本当は得なのかな割引が結構大きいんで、うん、特にその16年のグランプレミアっていうその一番長いところの人が一人ぐらいいると。うん 結構、えー、と割引額は、えー、とシェアパックの30だと2,000円ぐらいも引いてくれたりするんでこれは結構大きいのかなっていう、うんまあ、まあ月にせなけれ、まあ、大変はないっていう言い方もできなくはないんですが、まあ、でも結構大きいかなとここは非常に嬉しいんじゃないかと。はい、であともう一つは、ね、えと複数機器を使う人にとっても、まあ、さっき言ったように一人で。 例えば1人暮らしの人でもスマートフォンとタブレットみたいな持ち方する時でも結構そのまあ1人でもその容量をシェアできるんでこれは嬉しいでしょうって感じはするんですがただそれに関して言うとタブレットを併用する場合はまあ今何か割と MVNO の方がポピュラーなんでそれこそさっきのビッグローブじゃないですけどもそういう方が本当はお得なのかなって気もするんでちょっとここは弱いかなと逆に嬉しくない人音声通話が少ない人。 こう本当にメール派よみたいなそう全然もう全然メリット少ないですみたいな大体もともと今ね割と音声通話って減ってる方法なんでまあ確かにで大体みんなんか音声通話特にクロッシーになってから30秒21年高いからじゃあ LINE で電話すればみたいな感じになったでしょそこがちょっとどうなのかなって気がするんですがそれからもう一つ5年以下の人ずっとどこも割りの割引が受けるのが5年以下の人はないので。 これは非常に痛い<ー>であとは26歳以上さっきのようにアンダー25割引は受けられないだから割と最悪な感じなのは20代後半とか30代ぐらいでドコモを契約して5年経ってない人結構痛いだから例えば22歳で223 22歳で大学を出て来年で5年なんだけど俺でももう25を超えてるしみたいな人はもう いいろんなな割引がないみたいな感じなのでかけ放題入って電話かけまくってやるみたいな感じになっちゃうんで <laughs> 逆にっちょっと悲しいみたいな感じなのでなここはちょっと割と辛いかなとあともう一つは、まあ、ご夫婦うちなんかもそうなんだけど、うん、あの僕のお友達とかもそうだったんですが、うん、割とご夫婦でいてあんまりその通話しないとどっちかというと通信をたくさん使うっていう人にとっては。 あんまりメリットがなないのかなと、うん、普通話寄りに振っちゃったんでちょっとそこがもったいない気はするんですけど,ど、ね、でまあ基本的にはこれあのまあもうこれ始まってこれからだんだん各社もいろいろ料金プランこれが出てくると思うんですけど割と海外とかもこういうタイプの料金プランアメリカなんかはこういうタイプが非常に多いので、うんうん、これからもしかするとこういうふうないわゆるその共有型っていうのは増えるかもしれないですね。ただ、えっと、気をつけけななきゃいけないのは多分ですねそそろそろ、うんえー まあ各社とも夏モデルの発表のシーズンが近づいてきましたので、うんうん、えこのタイミングぐらいになってくるとですねいろいろ追加でもしかしたらなんかこうキャンペーンで安くしますとか少し増額しあの容量増やしますとか分かんないですよあるかどうか分かんないですけどそういうのがもしかしたら増えるかもしれないんで一応それを待って今もう急ぎたい人は今月特こういうあの もうバリバリの人はまあ6月からみたいな感じで入るといいかもしれないですけどもそうじゃない人はちょっとあんまり慌てないでよく状況を見てから契約をした方がいいし割とあの各社まあ携帯ウちもそうですいろんな媒体とかで料金プランの,その分析がこれから進むと思うんでその上でそれを踏まえた上で自分が果たして得なのかそうじゃないのかっていうことを含めて検討してもらうといいのかなとちなみに現行の料金プラン今の,そのタイプクロシーとかは8月までは有効です。 有効です。8月まで申し込めます。8月以降は？以降は申し込めなくなります。あ、もう新しいのうそのプランで、9月以降はそうなると思う。今タイプクロッシーの人は使わないから、うん、もうずっと別にタイプクロッシーでオッケーです。実はオッケーだけど、い 1> 1回多分そのえっと例えば今回の掛、えっと、け放題に入りましたと。うん、で例えば9月になってやっぱりタイプクロスに戻したいって言ってもそれは戻れないので、うん、8月までしか申し込みができない新規の申し込みができないということを覚えていただいて動く時はちょっと決心して動いた方がいいかなでどっちかというと僕はなんか音声通話に比重がかかってたのがちょっと。 ちょっと違ったかなって気は、僕は若干、うん、あのこういう人にとっては嬉しいんですよけど。うん、もうちょっとパケットに比重かけたものも、僕は欲しかったかな,なって気はしました。でも、なんか出てきそうですね。な気がしますね。なんか割引とか出るのかなっていうのを期待してね、うん、ドコモさん期待してますよ。ちょっと皆さんも、あの、はい、自分がどれぐらい得すんのかな、とですね。うん、ちょっと、あのいろいろ計算をしていただいてですね。うん、音声通話の人はできれば早めに。そうじゃない人は、じっくり検証した上で、はい、ぜひご検討いただければと。 思います。はい、僕は、じっくり、まあ、したいと思います。はい。私は、すぐに。行きたいと思います。<laughs> はい。はい。はい。あの、今回ね、ワイファイ、ほぼスマホ。あ、ご質問のね。はい、はい。ご紹介、いただけましたけども。はい。わかりました。まあ、私も、ほぼ。わかりました。ほぼ。あ、分かったことがほぼ。は、う、い、ん。<laughs> さんなかなかいい,い,い、まあ、ほぼスマホっていうのが、うんまあ、何がほぼなのみたいなところもあってですね割とこういいキャッチになってきた気がするんで,で、ね、ぜひあのこれはやっぱりこういうネーミングをですねやっぱりこういろいろ広げていただく意味ではですね、うん、各社他のプロバイダーさんもですねおおよそスマホとかですね大体、うん、スマホとかいろいろ出していただけると類似品が出てくると楽しいかなって気がするのでいろいろ <laughs> 増やしていただけるといいかなって気がする。ああ、うん、あとはまああの ななかなかあの条件いろいろあるんですけども、うんはい、さっき言ったそのねあの料金の部分に関してはやっぱりメリットは大きいと思うんで、うんうん、ぜひちょっと検討していただいて、まあ、端末の,あのスペックは去年のモデルドコモのモデルとほぼ同じなんでこういう選択肢も増えてくると僕はスマートフォンってより楽しくなると思うんで、うん、他の他社さんもですね、はい、と,いうところに 参入してていいただいて、うん、全部が全部ドコモや AI やソフトバンクじゃなくてもいいじゃんって気がするんで、うんうん、新しい路線もですね各社チャレンジしていただければと思いますし、はい、なんか面白いネタがありましたら是非あの番組までお知らせいただければご紹介したいと思いますし、はい、皆さんもちょっと是非チャンスがあればちょっとこうう、ね、ホームページ見ていただいてですね、うん、チェックしていただけるといいかなと思います。はいううね、持って見てください、はいはい